質問は、苦しんでいる人はなぜ苦毒をいただけないのでしょうかと。苦しんでいる人はですね、その人の心の中に汚れが満ちてるんです。ね、汚れが満ちてる。その汚れが満ちている状態で、外に苦毒があったとしても、ね、苦毒があったとしても、その汚れがあるために苦毒を受け取ることができないんです。うん、受け取ることができない。でも少しは少しぐらい減るんじゃないかなというふうに思ったりするんですけども、そういうことはないです。うん、基本的にはですね、汚れをもらうとですね、心がその不安に満ちるんです。ね、そうするとその不安から我を強くするんです。この我が邪魔をして苦毒を受け取ることができないんですね。だから苦毒をいただくためには、ね、受け取るためにはまずこの汚れを少なくしていく必要があるってことになります。それは顔を少なくするってこと。そうですね、汚れが少なくなれば我が少なくなるので苦毒を受け取ることができる。でも私の場合はやっぱり汚れがあるから、それで苦しんでいるんですね。そう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 、汚れがあるから、しかもね、その汚れがあるんだけど、その心の表面に汚れが出ているならば、それは苦毒も受け取れるし、汚れもなくすことができるんです。だけど、そのあなたの場合の苦しみっていうのは心の奥底に苦しみが溜まっている状態なんですね。この苦しみが溜まっている状態で苦毒を受け取ったとしても、表面の部分が、苦毒を受け取って幸せになるだけであって、心がずーんと重いっていうものは取れないんです。だからまずは自分の心を、話をすることによってね、心を掘り起こして汚れを出すっていうことが必要になってきます。やっぱりずっと我慢してきたんで、その汚れが溜まってしまったことなんですよね。そうですね、そのずっと我慢してきたから汚れが、そのね、自分の心の奥底に溜まってる状態なんです。奥底に溜まっているその汚れをね、その例えば苦毒をもらったとしても、その取り除くことができないわけ。苦毒をもらうっていうのは、例えば徳のある人とも会うとか、そういうことなんですかね。そうですね、苦毒をもらうっていうことは、いわゆる安心感のある人と一緒に過ごすってことです。そうすると安心感のある人からね、苦毒というね、業習字をもらうことができる。それを もらえないっていうことですか。もらえない、もらえないっていうのは、そう、もちろん表面的にはもらうことはできるけど、心の奥底の部分に苦しみが溜まっているので、その苦しみを取り除かない限り
心の中に苦毒が入っていかないってことになるんです。じゃあいくら空腹もあっても根本的なものがなくなるわけではない。そうですね。だからまずはその自分の心の中に溜まった汚れを受け取ってもらうかですね、汚れをそのまんま功徳にする必要もあるわ、する方法もあるわけですね、うん、それはどうやって言えるんですか。それがいわゆる聴聞とか説法ということになります。でこの場合ただ仏法を聞いているだけじゃなくて、やっぱり自分の心の中をこうね、深く見つめて、そしてあこんな苦しみがあるなっていうことが分かったらね、その苦しみはどんなことが原因なんだろう、なぜこんな苦しみがたまったんだろうっていうことで深く自分の心を見つめることが必要なんです。でその見つめてる状態でこういう苦しみがあるんですけどって質問していただければ、これはこういうことが苦しみなんですよっていうことを話ができるわけです。えその汚れを感じたときに言えばいいんですよね。そう、汚れを感じたときにやっぱり聴聞をする。聴聞っていうのは直の聴聞ね、直の聴聞をしてその自分の苦しみについて掘り下げて掘り下げて掘り下げて、あこういうことが苦しみなんだっていうことが本人がねはっきりと分かったら、その汚れがそのまま功徳に変わるので、すごく心が一瞬にして楽になります。その汚れという理由が分かるということですか。そうですね、汚れという理由が分かる。汚れっていうのはやっぱりその分かってほしいんですよ、業習字だから。自分の気持ちを、それが自分自身に分かってもらいたい。だから自分自身がああこういうことで苦しんでいるんだっていうことが分かれば、ああこんな風にして苦しんでるのってね、自分自身ねかわいそうだなっていう思いが起きてくるんです。そうすると、うん、汚れとしてはね、ああ私の気持ちを分かってもらえたと思うので、汚れがそのまんま功徳に変わるってことになります。あ、自分で納得できればいいんですよね。そう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 。でも この作業っていうのはやっぱり自分がね、自分自身の心を見つめるという習慣が必要なんです、うん、で自分の苦しみに気づいているっていうことが大事なんです。これはなかなか難しい、なかなか難しいから、ね、そういう方法よりもまず自分の心を掘り下げて話をして苦しみを吐き出すっていうことの方が楽だから、まず苦しみを吐き出してくださいって話をして、でも仏法よくよく聞いていくとね、やっぱりそのなかなか善知識がいる場面で苦しみを抜いてもらうことって難しいいうことが分かるので、自分で自分を分析することによって汚れを功徳に変えることができれば、いつも心が楽な状態で生きていくことができるようになるってことです。まずはその汚れを感じたときに LINE の中で送るっていうのがやるべきということなんですね。そうですね、はい、やっぱり自分の中で我慢せずに、話をしていく、話をする、書いていく、こういう苦しみを抱えてます、こういう苦しみを抱えてますっていうことを分かってもらうっていうことが大事になります。でそれを繰り返していけば自分に聴聞してその理由を理解して苦毒に変えていくことができる。そうですね、そういうことを繰り返していけば自分の中にたまる汚れって大体決まっているわけです。だからまたこういうことが原因で苦しんでいるんだなっていうことが自分自身分かればね、それを功徳にそのまんま変えることができると。もちろん自分が自分のことを分かってあげてね、で、本当に自分の心を慰めることによって苦しみが、幸せに変わるということです。分かりました。はい。